演舞開演。どうも、本日はこちらスズメの卵というお菓子を食べたいと思います。スズメの涙という言葉がありますが、ごくわずかな量を例えるはずなんです。例えですね。でもこれごくわずかじゃないですよね。絶対どんなお菓子なんだろう。豆菓子のようですね。この匂いからすると。では食べてみます。いただきます。中のお子さんは健康にも良さそうですね。カリカリで。おせんべいのようなちょっと醤油味の甘辛い外側の殻を食べると、中から卵に入れたピーナッツがポコッと出てきます。ピーナッツの食感もしっかりあって美味しかったです。わかりやすく言うと、森永製菓のチョコボールの外側がおせんべいになったような、そんな感じのお菓子でした。スズメの卵、一つ一つは小さいですが、いっぱいあって食べ応えがありますし、おつまみとかにも良さそうな、そんな味がしました。なのでぜひ食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。